隊長、待っていたぞ。さあ、行くか。さあ、ここが私が習っている華道の先生のお宅ですわ。ほう、見事な庭だな。これが日本庭園というものか。そうですわ。色即是空、和の心のすべてがここに詰まっていますの。はあ、素晴らしいです。私、本物の日本庭園初めて見ました。緊張することありませんわ。それでは参りますわよ。ついていらしてくださいな。はい、わかりました。すみれさん、華道って結構難しいものなんですね。もしかしてさくらさんは華道は初めてだなんておっしゃいませんわよね。仙台の実家にいるときに少しだけ母に。さくらさんよりもパリにおられた花火さんの方が100万倍もお上手ですわ。そんな。パリで華道の本を見ながら学んだだけですから、私なんかよりグリシーヌの方が個性的で素晴らしいですわ。限られた花だけでこの花器の中に宇宙を作る。なるほど、和の心とは深いものだな。私もまだまだのようだ。グリシーヌさんのお花、基本はなってませんが躍動感に満ちていますわね。素晴らしいです。まるで西洋絵画のような美しさだと思います。あら、注意はまだいけてませんでしたの？さあ、あとは注意だけですわ。それでは皆さんのお花も出来上がりましたし、そろそろお開きにしましょうか。そうですね。では行きましょうか。
自由が利かん。ああ、クリシーヌが正座なんてしたことがなかったから足がしびれたのね。しびれる？どういうことだ。つま先の感覚がなくなってしまったの。私の足に触れないでいただけますこと。そうですわね、それがよろしいと思いますわ。私もそう思う。しかし、スライマー、あの、グリシーヌ、足がしびれたときは、唾をおでこにつけるのよ。やってみよう。しかし、唾をおでこに、それでどうなるというのだ。さくらさん、花火さんのお花の真似などせず、私を何とかしなさい。そんなこと言われてもどうすることもできませんよ。隊長、なんとかならぬのか。もあるから結構楽しめるぜ。へー、楽しそうだね。僕なんだかお腹空いてきたや。じゃあお昼になったら出発だ。兵撃の玄関前に集合だからな。はい、わかりました。ここが下町ですか。なんだかごちゃごちゃした通りなんですね。パリと比べりゃ日本はどこも狭いかもな。ねえねえ、あそこでキャンディー売ってるよ。見に行ってもいい？なんだ言っても、サリサもまだまだ子供だな。ほんまやね。あ、戻ってきたみたいやで。ねえ、見て見て、ニャンニャン作ってもらったんだ。アイリスはね、ジャンパールを作ってもらったんだよ。おー、よかったな。こいつはな、アメ細工って言うんだぜ。すごいね。パリじゃこんなキャンディーどこ探しても売ってないよ。甘くて美味しいし、形も可愛いし、飴細工ってすごいね。ほら一郎、僕の舐めてみる？美味しいよ。卑怯やで。そんなんボケでもなんでもあらへん。人形焼きが美味しすぎる言うていっぺんに食べてもうて穴になっとんねん。ああ。もうエリカは東京に来てもパリのまんまなんだな。ねえ、ところでカンナたちが食べてるのは何？変な形だけど。こいつは人形焼きってな。まあ一口サイズのホットケーキみたいなもんだ。へえ、日本って面白い食べ物。
そろそろ今日のメインディッシュのもんじゃ焼きを食べに行くか。エリカ、ほら行くぞ、ついてこいよって。おい、何やってんだおめえは。家に任しといてんか。ほら、エリカはん、もんじゃ焼きを食べにレッツゴーや。ゴーや。ほら、そのあたりはもういいぜ。暑いから気つけろよ。暑いけど美味しいです。これがもんじゃ焼きですか。あたいのオリジナルだけどな、本当はこんなに具は入れねえんだよ。ほらエリカ、お好み焼きも食ってみな。これもうまいぞ。はい、イチロー、僕も作ったから食べて。アイリスも作ったんだよ。はい、お兄ちゃん。ほら隊長、食ってばかりいないで、そこひっくり返すんだよ。イチローすごいや。お兄ちゃん上手。お店屋さんみたい。なかなかいい小手さばきだ。隊長、もう少し修行すりゃいいお好み焼き屋になれるぜ。ほら、そっちのもんじゃ焼きも焼けたぞ。ちょっと焦がすとうまいんだ。なんや、カンナハン、生き生きしとるな。まるでもんじゃ奉行やな。そうだな。ほら、どんどん焼くから腹いっぱい食えよ。はい、腹いっぱい食います。なんでこの私がテンプルなんかに行かなきゃならないんだよ。あなたの素行に問題があるからでしょ。せっかくテートに来たんですもの。この私がいろいろと教えてあげるわ。大変ですね。マリアさんは結構厳しいですよ。織姫、あなたのよ。もう少し落ち着きを持った方がいいわ。僕もそう思う。じゃあお昼になったら出発だ。兵撃の玄関前に集合だからな。はい、わかりました。へえ、賑やかで面白そうじゃないか。ここが有名な仲見世です。日本のお土産とかたくさん売ってるですよ。織姫、今日は買い物じゃないの。みんなこっちよ。さあ、私についてきて。了解。の五重の塔院、あなたたちにはこれを見てもらいたかったの。へえ、なるほど。こいつはいい建物だな。地上から見た時にバランスが取れるよう各階の幅が調整されている。しかも西欧の建物と違って日本の寺は釘を使わず木だけで建てられているんだ。こういう時は便利ですね。ところでマリアさん、五重の塔に何か用ですか。ええ、みんなにはこの五重の塔のようになってほしいのよ。階を重ねても
まっすぐに立ち、おごることがない。心の真ん中に菩薩の心を宿して優しく包み込む。そういう人になってほしいの。マリアさん、漢字で話してるから自分カンプンです。注意さん、どういう意味ですか？大きなお世話だよ。私が素直になったら魅力が半減するだろう。女っていうのはね、男を振り回すぐらいでないと生きていけないのさ。そうね。でもロベリアも織姫も、もう少し素直になりなさい。今はまだそれでいいけど、いつかきっと私の言った意味がわかるわ。その時、この五重の塔のことを思い出してね。それじゃ、せっかく仲見世通りに来たんだから、少し遊んでいきましょうか。賛成です！みんな早くです！あっちのかんざし屋さんで面白いもの売ってるです！ロベリアさんも来るんです！レニー、マリアさん、お先にです！おい、そんなに引っ張るなよ。まあ、遊びとなったら元気になるんだから。僕たちはどうする？聖劇に帰る？あの二人を放っておけて。私たちも追いかけましょう。隊長、いいですよね？隊長、どうだい？似合う？何って、あんたを誘っているんじゃないか。かんざしって、日本のアクセサリーなんだろう？ほら、あのレニだって、かんざしを刺して、女らしくなってるじゃないか。でもいい。織姫の好きにすれば。まったくもう。なあ隊長、このかんざし買っとくれよ。気に入っちゃったんだよ。ねえ、サービスするからさ、頼むよ。このかんざし。悪いね。このかんざしの代金はサービスで返す。食べ過ぎてたけどな。
私たちも楽しかったです。中見せ、かんざし、戦争寺です。まあ、マリアの説教付きだったけど、それなりには楽しめたかな。正座などするものではないな。道、和の心とはかくも困難なものであるとは。グリシンヌさんは正座なんてしたことなかったんですから、仕方ないですよ。ねえねえ、今日もみんなで背中の流しっこしようね。僕先頭。によっては私にも考えがある。
乙女の純情をもてあそんだ罰です。やっちゃってください。よく言った。覚悟しろ。おいおい、穏やかじゃねえな。何があったんだ。俺に話してみな。大神さんが結婚するって約束をみんなにしていて。そうか、わかった。この場は俺が扱う。マリア、あとは頼んだぜ。このバカなことは俺に任せてくれ。はい、了解しました。ほら、行くぞ、大神。ついてこい。